ちっちゃいのです。16セグメントの LED とか7セグメントとかいろいろやってます。はい、LED たちゃりです。LED で絵を描きます。この間横浜にも展示してきました。以上です。どうもこんにちは、マインドフリー株式会社でございます。今日はお弁当バコラーというものを持ってきました。インターメンバーとともにいい感じに出来上がっているのでぜひお願いします。土鍋炊飯ボットというものなんですけれども、火加減と温度を記録します。でこれで、美味しく炊けた時の記録を再現すればまた美味しいご飯が炊けるというものです。 HAL です。手足を動かさずに、移動することができます。キャノンボールの会です。うちでは、PDA のアーケードコントローラーを作りました。以上です。はい、スペクトロメーターを作りました。放射線を測る装置です。あまり寝だけじゃなくて、放射線の各種類が分かるものです。リバースカードを作っているミョコです。実物をぜひ見に来てください。大阪から来ました、笹暮亮です。ワイヤーアートやってます。邪馬台国時代の1800年前のガラス腕輪を鋳造しました。ソムニウムアットマーク森山弘樹と申します。MMD のデータを使って立体出力フィギュアを作っております。これはモーターを回す装置です。このボリュームを利用してモーターの回転数を変えることができます。小平戦車です。これは世界戦で操縦して方針の旋回と方針の上下を可能です。もちろん相当も相当もします。で、これで発射します。コイルガンを作りました。ここに昇圧回路があって、ここから昇圧してコンデンサに電気を貯めて、その電気をコイルに流します。ヒゲ伯爵でございます。今回も前回のメイクに続き、ぬいぐるみで作る電子回路、これ今見ていただくと、これは電子回路の中に組み込まれてます。よろしかったら、次の機会でもまたぜひ見てください。ヒゲ伯爵さんのお手伝いできました専属メイドのしぐれです。マナカコロンという歌うキャラクターの中の人もやってます。よろしくお願いします。どうも、ヒイラキと申します。今回はエアを使った作品を2つ、自動オカリナと自動ゲーム機の、装置を持ってきました。お願いします。ドビロです。今回はミディインタラプターとか、赤外可視光線のレーザー通信とか、あとはヒューズ管でバカやってることとか、まあいろいろ作ってきたんで見てください。蒸気駆動式の電子演算機です。電池がなくても火と水さえあれば、計算ができるっていう計算機です。ですね、LED パネルですね、フルカラーの LED パネルと、まあ、フルカラーのクリスマスツリー、あとですね、スイカで開け閉めができる鍵を持ってきました。ノンです。いろんなものを持って行ったんですけど、割と目立つものが2つ、蛍光表示管のストップウォッチと、それからこれマジックミラーになってます。トナカイが離れると見えないと、まあ、いろんなものありますのでぜひ遊びに来てください。早坂です。単管 VFD による、レトロな時計を持ってきました。これまで作ったのを並べてます。よかったらどうぞ。香川から来た、大熊です。今日は FD 音源と、子供たちが遊んでもらえる、ロボット4台、あと工作中なんですが手振り POV を持ってきました。ロボットでみんな遊んでいてください。これは某ポリスアニメのバイク、こんなものを作ってみました。ホゲホゲって言います。今回は、スマートフォンっぽいアプリケーションを作って持ってきました。動画再生とかできるんですが、今回は多分映らないのでネギ振りちょっと見せさせていただきたいと思います。どうも DJ 級です。石川県金沢から来ました。まあ、今展示しているのは、一応ネギ振りマシーンっていうのことで、まあ、すごい勢いでネギ振りします。
あと、NT 金沢やってるんで、ぜひ。F 分の1揺らぎを音楽に、追加してみました。はい、ヘケイキ君と言います。今回の新作はファミコン用のミディインターフェースボードです。ファミコンに、ミディ音源をつないで、演奏することができます。以上です。演奏できるスーパーファミコンです、ボタンを押して演奏できます。ギミックプロジェクトです。当プロジェクトでは昔の PC やゲーム機に使われた音源チップを搭載したハードウェアを設計しています。鉄器のコントローラーを使ってラジコンを動かしています。通信にはアルドゥイノを使っていまして、コントローラーを介して、操作しています。こんな感じで動きます。西村美山と言います。今日は、可愛い系のロボットをいろいろ持ってきてます。クワです。今回はラテアートができるロボットを持ってきました。今オープンソースで開発を進めています。もう少しで公開する予定です。こんな風に絵を描いてこっちみたいになります。はい、レーザーハープです。レンズが入って、コマ個性が入って、こう手で持っても演奏できるようになりました。はい、DM9 レコーズと、申します。いつも展示しているのは、ミディコントローラーとか DJ 用の機器を作ってます。今回は、テトリスを作ってクリアする機械を作りました。動画はググってね。どうも、大阪から来たシネンスと申します。今回はですね、ホーギギターというものを作ってきました。このようにギターの形をした、ホーギギターの形のギターです。こうやって弾いています。どうも、コウスケと申します。よろしくお願いします。レゴで無駄無駄なあまり役に立たないメカを作っています。よろしくお願いします。手作りで、ものを制作している太鼓です。木製のハンドガンと金属モデル作りましたので、お願いします。微速度撮影用の機材と、あとは映像展示の方をやっております。こちら移動用のドリーと、あとサーレットの方になっております。はい、キリンです。今日はキノコとタケノコを、分別する機械を、マシンを作ってきましたが、ちょっとロボが動かなくて、ソフトの方だけは今デモをしてます。はい、シリピーです。今回は、スリングショットを使った、獲物とスリングショットそのものを持ってきました。はい、はい、ユータと言います。こちらが電動工具を使ったマジックハンド、これが電磁石を使ったエンジンの模型、あとこちらが人が乗れるミニ四駆と超軽量ミニ四駆になります。電磁石ジンノです。これは低温で動くスターリングエンジンで、発電することによって LED を点滅させています。熱源は回路です。こんにちは、ギガヘルツ2000です。今日はゆっくり喋るキーボードを持ってきました。ニコニコ技術部。あと町会議で、ワークショップやるので、こういうのを作ります。ぜひ来てください。ニトチンです。今日は手に持てるサイズのレールガンを作って持ってこようとしたんですけど、ちょっと間に合いませんでした。鴨沢と申します。肉を温めるマシンを持ってきました。はい、美少女ロボットを作って、見つめ合おうという計画で、ロボットを作ってます。はい、キネクトで、人の方を向きます。ユキリンの皮をかぶせます。よろしく。はい、こんにちは、Y モード P です。今回は電子回路のぬいぐるみを作ってきました。前回と違うところは並列回路に対応しました。押すと両方とも光ります。ちょっと色分かりにくいかもしれないけど光ってます。テクノ京都です。新作で
今回はニャツメ先生と黒電話というこうアニメみたいな動きをする黒電話を作りました。で、まあこれ撮ったら音が出るんですけど、そんな感じで。文字通技術会です。本日持ってきているものは、汎用品を使ってモータードライバーを使って、アクチュエーターを作ったものと LED 関係持ってきてます。はい、クランケです。ニコニコ技術部ロコ入りドラ焼きを作ってきました。あとムーンウォーク専用ゲターを持ってきました。ムーンウォークができます。はい、名古屋から来ましたとしあきです。こういった板基板や、ロボット、それにロボット用のコントローラーなど作っております。よろしくお願いします。はい、アルテラマスター P のブースです。今回はですね、FPGA キットに専用に付属つける、IO 基板の出展をしています。でこれの頒布とあとは、ジャンク品ですね、ジャンク品 の基板の、頒布をしてます。よろしくお願いします。3月24日はミニ四駆の日ということで、ミニ四駆を使った工作いろいろ持ってきました。センサーついてるミニ四駆とか、こっちで表示させてみたりとか、光るマシンとか持ってきています。今上です。今回は 3D プリンターレップラップを作ってきました。レップラップというのは、オープンソースハードウェアの 3D プリンターを作るプロジェクトの名前です。こんなもの作ってます。消しゴムハンコ、ドラクエの消しゴムハンコと、あと星のカービィのクロスステッチ刺繍の実物を持ってきました。はい、飛び入りです。ニコニコ手芸部のスコです。球体関節の人形を作っています。であとは、フェルトで作ったスイーツお茶会セットを作りました。ここにある折り紙はすべて1枚の紙からハサミを使わずに作られています。今回の新作はこのニコニコ技術部どら焼きと踏み切りです。揚げパンです。今回はレトロ家電を魔改造したガジェットをいくつか持ってきました。これは、ダイヤルを回すことでパソコンにそのまま数字を入力することができるガジェットです。こちら紙を切って曲げて立体的に組み合わせるというシャドーボックスという手芸を持ってきました。見てもらえば物量勝負となっております。よろしくお願いします。自転式ルービックキューブっていう自分で回っちゃうルービックキューブ展示しています。今は完成しないですけど、あと2分くらい待っていただければ完成するんで、また別の動画とかでご覧いただければと思います。はい、以上です。米粒 AVR を使ったオリジナル電子ブロックと、テントリ占い様を、ゆっくり IC を使って作りました。脈拍で動く尻尾を作ってみました。脈拍が高くなると尻尾がこのように、ほら、緊張するとちょっと動くようになってますんで、これすぐバレバレですね。君下です。動画にならない面白さ、謎の技術、手作り 3D 映像とプラネタリウムです。迫力ある効果音とともに巨大ミクさんが来ます。はい、どうもミンティア P です。今回持ってきたのはミンティアのホバークラフトと、サウンドロップのパクリの、サウンドミントです。私が今回作ったのは、キャラクターのほっぺたを温度計にするシステムと、ツイッターでリプライが来るとこのように、接触灯が点灯しない、点灯するシステムを作りました。どうも、アニポボを作ってるミゲコマです。最初電気振りから始まったんですけど、なんかいつの間にか製品化して発売することになりました。一応、今絶賛発売中なので皆様、よろしくお願いします。はい、今年初参加になるスピネルです。アルドイーノとソレイノイドを組み合わせてこんな風に自動演奏するロボットを作りました。はい、クロウサギと言います。こちらはマイナーなプロペラというマイクを使って、こういうゲーム機みたいなものを作ってみました。でこちらは、ロポン足の気も可愛いロボットを作ってみました。はい、
FETEL です。テスラコイル、をやってます。で、無線電力送電もやってます。こっちがメインでもあります。ありがとうございます。アサと言います。テスラコイルで放電して演奏したりしてます。でかい放電なんでちょっと怖いです。はい、こんにちは、はじめまして、ダンボールでこのようなものを作っている向けエンジニアの千田と言います。今舞鶴の赤レンガ館で私の世界という展覧会をやってますので、そっちの方もよろしくお願いします。ヘッドマウントディスプレイを持ってきました、篠井安です。前回に引き続き、ヘルメットに液晶ディスプレイをつけてこういう風に撮っています。カメラをこちらにつけております。以上です。はい、レールガンです。ひろこだよ。はい、毎度おなじみ光るドレスです。イエイ。ゴールドです。ゾコンコーロボットとこちらのとお持ちを持ってきました。愛知県から来ました、ヤンマー部隊隊長です。電動ダルマ落とし、ボタンを動かすと動きます。500回に1回ぐらいで成功します。あなたの挑戦を待つ。わー。